生活慣れないよって新しいクラスあんまだよってでも前向いて歩いていくよってということで皆さん毎日お疲れ様です。お疲れ様です。新生活ということでねやっぱ新しく出会う人もたくさん増えてくるわけですよ。いやーいっぱいいるでしょうね。そんな中で最近はキラキラネームという方が増えておりまして、ああ確かにみちょぱとかね。みちょぱは違うということで今日は新しく出会ったキラキラネームの方が読めるようにちょっと訓練をしていこうと思います。あ前回好評だった名字読みクイズの、うん、今回はキラキラネームバージョンキラキラネーム読みクイズバトルをやっていきたいと思います。イエーイ。まあでも漢字の読みでしょ、やっぱりポンポコさんに漢字の読みで負けたらこれはもうはぁ屈辱中の屈辱。ポンポコさんもキラキラネームですもんね。そうポンポコの漢字は合格の。ちなみにうわキラ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 ピーナツくんの漢字は合格もんね。はい合格きます。キラ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 ということで今日はお互いこれは読めないだろうっていうねキラキラネームを5問ずつ用意してきたので、 OK それで1問10点で正解したらよっしゃバトルしていきたいと思います。レッツキラキラネームクイズバウじゃあ先攻後攻じゃんけんね。はいじゃあグーじゃんけんチョキ勝った You win やるやんは？はい月に姫月に姫うん月に姫これかわいいよ読み方ねめっちゃかわいいかわいい。いやなんか姫がついてるとね。何これ源氏名じゃん。源氏名って何？いやキャバ嬢とかがつけるやつだよ。ああでも確かにそれっぽいかも。それっぽいけど普通にいても可愛いと思う。あそう、うん、あ分かったかも。何何 いいですか。はいどうぞ。セーラームーン。はぁちげえよ。姫長あなるほどね。そうあうまい。あそれいいじゃん子供それにしな将来。最悪だわ子供できんのか。最悪だあなんだいろいろ畳みかけるな結婚できんのか畳みかけるな急に正解はラメちゃんです。ラメラメラとも目とも読めねえわ美しいに俺。美しいに俺あ、わかったえこれあれじゃん手洗うやつでしょビオレ。正解やったーなんでビオレがわかるんだよえ、だって名前かわいいじゃん。まあね、これはまあ1問目だからね。これ、あれだね、体のやつだね。もうビオレってつけた人は、うん、もうビオレママ。ビオレママ、どういうこと？ビオレママになろう、ジャクソン星ビオレじゃん。それか、あれか、それかビオレ。そう、美しい俺。やった、じゃあ10ポイントね、ポンポン。ちくしょう。フルに、なにこれ？角に、体。なんだこれは。フルに、もんに、体。これね、ピーナツ君読み方好きそう。振りかったい。振りかったいだろ。あー、ブッブー。正解はフルモンティでした。ふざけんな。なんだフルモンティ。これいねえだろって。あってたまるか。あってたまるか。すごいね。ねえ。鈴木フルモンティとか。鈴木かっこよくない？田中フルモンティや。永久恋愛と書いて。はい。何と読むでしょう。永久恋愛。いやーいかにも。キラキラネームって感じしますね。確かにねこの感じね我ら友情永久不滅みたいなね。そうそうそうあ分かった読めちゃったごめん読めちゃったわ。本当にあ読めちゃったこれポンポコ好きだわ。何この名前エクレアだ。正解やったちょっとやばいやばちょっとキラキラネームの親の気持ち分かんのかもしれない。やばいなもうやめてくれよキラキラネームの親の気持ちが分かる。やばい。でもいい名前だよね。これいいこれすごいいいエクレアちゃん。エクレアちゃん。これいいじゃん。永久恋愛だよ。すごいよね。エクレア食べづら。雨に存在の存在存どっちだ。うん雨に存在。いやこれでもそのまんま読んだらあれだよね。アマゾン。はい正解。いや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 。いやいやいやキラキラネームっていうか何、まあ、アマゾンって言っても、うん、あの地名のパターンもあるし、ね、そういろいろじゃあアマゾンありだねこれなしだわなんでアマゾンだぞはい今に鹿ほーちょっとキラキラネームの脳になりますね。キラキラネームの脳にキラキラネームの脳にやばいやばい軽自動車の前にファーを乗せてるダメだよ偏見だよお前は田舎の偏見言うな。の店ドンキホーテ偏見すぎ今しか今しか今しか Now いや今
しかないんだよこの日々は。今しかないんだよこのかけがえのない日々は。メモリー、今しかって書いてるメモリー残念。あー違うか、マジか。これ正解はナウシカです。あーいけた、それいけたわ。いやちょっといいとこ、大きいとこまで行ってましたね。ナウディアまで行ったもん。あ、行けたわ、ね、マジか、それはいけたわ。悔しい、やばいでしょ。ちょっとマジで惜しかった、悔しいわ。いや、やばいの方が勝て悔しいが勝てる戦うに女、戦う女、当て字だね。当て字脳振り絞って頑張って。うわー、ある程度読めるようになってるよね。本当に読めない。当て字、戦う女といえばこれで、これって感じ。あ、分かった。はい、プリキュア。あー、違う、惜しい。マジか。キュア、キュア、正解はキュアあ、じゃあプリいらないの。そう、プリ邪魔だ。プリなんかつけるわけねえだろ名前に。なんだ怖っキュアもつけねえよ。キュア、うん、キュア可愛いよ。信じられない、キュアちゃん。キュアちゃんじゃないだろバク、なんと読むでしょう。爆走、爆走、わかりませんか。爆走だしかわかんないわ。爆走だ、ま、ま、爆走だ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 、爆走、壊れた、壊れた怖い怖い怖い。あ、ダメだ、爆走だ。はい、わかんない、残念。はい、正解は爆走ジャーでした。どういうこと。爆走ジャーです。爆走ジャーって名前なの。はい、意味は。いや、意味とかないです。絶対ないじゃん、こんなもん。なんだよそれ、これがキラキラネームだから。はぁ、爆走ジャーこれがキラキラネームか。これがキラキラネームだから意味を出せねえのか。意味なんてないよ爆走ジャーこちらです。歩くに木に鈴。なにこれ、なんでしょう。え、逆から読んだら鈴木歩夢だよね。おお、確かに。それ関係ある。全く関係ない。あ、ないか、うん、お、おき、あ、あ、はい、はい、どうぞ。ウォーキーリン。あはウォーキーリンだ。ウォーキーリン、ウォーキーリン、なるほどね。正解はポコリンでした。ポンポコみたい。なんだポコリンって、かわいくない。ポコリン、ポコリン、ポコリン、なんだわポコリンって春夏冬と書きます。春夏、秋がないの。はい、なるほど、秋がないから秋なし、そういう感じだよね。秋がない、どうでしょう。春夏、春夏秋冬がない、秋ないくん。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念。わかんない。惜しいところまで行ってましたね。何、正解はアキレスくんです。アキレス、アキレスくん。あー、いいね、いいね。いいねって何なの。いいね、じゃあ行けそうだったわ。アキレスくん、やばいでしょ。アキレスかー、アキレスくんやばいな。なんでアキレスなのアキをなくしてアキレス。いやでも天才の発想だな。天才かこれ、うん、これ天才の発想だわ。いや面白いな。あと100問ぐらいしたいわ、持ってきて。いやいや怖キラキラネーム中毒になってる。キラキラネーム中毒え、じゃあこれさ、ポンポコ2問、ピアツク1問だから、はい、あ、ポンポコの勝ち。なんちゅう顔してんだなんちゅう顔してんだ、びっくりした怖っ。やったー、そんな顔の搭載あったの。なんか最近ずっと勝ってない、ポンポコ。いや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 、ちょっとね、待って、これ賢いんじゃないですか。これはね、なんていうか、うん、あの頭の体操みたいな感じなんで。あ、なるほどですね。賢いどの子の関係なく頭の体操がいいってことですね、ポンポとか。ありがとうございます。あ、やったー。何も詰まってない分、柔らかいだけ柔らかいな、こうやって。うるさは、なんて。キラキラネームは名字と一緒で人と絡んできた数なんですよ。もう桁が違いますね、ピアツコのポンポコ。人が絡んできた数、黙れ。100倍ぐらいはポンポコの方が人と絡んできてるんじゃないでしょうか。ちょっとこいつ黙れ、もう外の空気を吸ってこよう。もう爆走じゃん。ブーン、すっごい勢い。